ワンマン戦の、何の、
ですよ。うん、僕らは。
中学校の時のだから、そう、この間の日曜日、僕も行ってて、昼前に出てきようって言ってましたけど、あんなに、もう、すごい言うたもん、え、あのね、1時間、だって、日曜日の昼間の方がすごい空いてんのよ、普通の時よりも。いつも母のほら、病院行く時に昼間に出てたりした時やったら、めっちゃ混んでたという、日曜日の方が、結局、仕事の車が来れへんからやろ、全く混んでなかった。僕ね、今年の方が来れへんとか心配してないんだ。降りてから迷ってない。どこやどこやけど、ここまで気のなかった。降りてからが本気で迷った。だいたい1時間半。うん。2時間。それは言える。事故ってやつ文句言ってきたからな思ったらもうなかった。あるある。ああ、もう片付いてたんや、そば通るときには。だから流れは。ああ、でもそうだよな。私、あの、ほら、実家の大倉田インターからの帰りに、ノブとかさん詰まってくる時があって、だから、うん、娘の子の車の波に、前方で事故が出、あの、起こってます、事故状態ありますって言った時は、事故が起こって、もう完全に止まってる状態の10分後ぐらいに出てきて、だから、まだ、あの、ほら、高松インターまで行く前の、ほんまに登ったところへんで、完全に止まったってことはあった。いつやったか忘れたけど、高速乗って、本線入ったとかに、それからもうちょっと落ちちゃうね。だから高丸インターまでも、ほんまに、高速ぐらいで登ったとこやったから、面がどうしようもない、降りようもないし、完全に止まってて。ママとマスターやんの？